は何作るの？今日はカレーうどんです。え、何それ、プリンなの？あ、パイナップル買ってますよ。ちよいちゃん何買ったの？フラフープと、あとはホッピング。おっとっと、はい、そうだね、ホッピング。でもまたキャンプ場でやる。うん、準備 OK です。うん、今日はママも後ろで、うちゃんも後ろ。そう、前はね、ママの場所取られてる、ぎっしり。はい、ということで、向かうよ、いちゃん。うん、出発進行。はい、久々のキャンプすぎてちょっとテンション上がってるんだけど。予約は取れてる。で、今朝決めたんだよね。朝起きてる。それもゆっくりな朝でね。で、今日のキャンプ場も新しいキャンプ場だから。いつできたんだろう。まだ去年の夏ぐらい。結構出来立てだね。うん、だから意外とまだあんまり知られてないのかな。RV パークもあるらしい。あ、そうなんだ。もともと RV パークをたまたま探してたら出てきて、で、よく見たらオートキャンプサイトもあったから、キャンプもできんだと思って。サイトが15、6サイトぐらい、キャンプ、で、グランピングがあって、あの RV パークがあるから、まあ20ちょっとぐらい、30ないぐらいのサイト数だと思うけど。いや、そんなに広いキャンプ場っていうわけでもないってことだね。それでもやっぱね、キャンプサイトが2サイトぐらいしかもう空いてなかったから。でもあれでしょ、高規格なんでしょ。そう、できたばっかだからね。だからシャワーとかがすごい綺麗で、そう、トイレシャワーとか料金に加算されてて。そう、でも料金がね、結構安かったのよ。こう、そういうのってさ、なんか大人いくらとかさ、キャンプ場がいくらとかでさ、ね、割とさ、いい値段いっちゃうじゃん。いくいく。まあ、あんまりさ、キャンプ場の価格のことについては言わないけどさ、うん、結構1万円ぐらいいっちゃうと結構あるじゃん。ある、ザラだよね。うん、今回のところはオートキャンプサイトでその全部込みで6000円っぽい。え、安っ。しか、土日で6000円。土日で安いね。まあ一応だから、まあ、さっき6000円って言ってたけど分かんない。行ったらもしかしたらプラスでね。まあ基本的には6000円みたいな感じだったでしょ。そうそうそう。大人一人いくらですとかって言われる可能性もなきにしもあらず。まあ行ってみてだね。え、でもあれだね、ちょっとなんかキャンプ場の施設の紹介少しだけしたいね。そうそう。まあ唯一あれなのがチェックインが2時なんで。まあ、はいはいはい。アーリーできるのかちょっと分かんないけど、通常が2時。まあ言うてうちも到着が1時50分だから、まあ、ギリギリなんだけど。そこだけだね。ただね、今回ね、ロッジシェルター持ってきたからね。久々に、久々って1年以上経ったから。久々の設営がしっかりできるからね。まあ目標30分ぐらい。うん、まあとりあえずね、キャンプ場まで行き、うん、まあそんな遠くないから、まあ、うん、行っちゃおう。うん、相変わらず風がすごい。風はね、やっぱなんか群馬といったら風だな。鍵の方はすごい。明かり？うん、今通ってきたのあれみたいな。あれだよ、もう山の下だからじゃないの。で、多分こっからもうあと4キロって書いてあるけど、うん、割と近いと思う。でもそのキャンプ場がまだ新しいからね、ナビとかで探しても何も出てこないんだよね。 Google マップじゃないととりあえず今は出てきませんと。そう、でも全然この辺は来たことない。ねえ、うちが来ないもんね。あ、もう間もなく。間もなく。まあギリギリ OK。まあ今のところ、すんごい細い道は入ってない。最後曲がるとこだけじゃないかな。道が浅くなってるから。多分細いんだと思う。おぉ。じゃあ、これ？あ、これだ。でも、普通走れるかな。ねえ。キャンカーとかね、ほんとね、この辺怖いからね、ちゃんと調べて。そうだね。うちのなんか別に長さないから、大体どこでも入れる。高さ以外で。で、細いっていうわけでもないけど。まあ、このくらいさ、走れるわけだから。ねえ。おお、これです。時和木の森。赤木、赤木時和木の森キャンプ場。で、RV パークありでしょ。ここが RV パークじゃないのか。いや、RV パークなんか向こうなんだ。おー。ここが RV パーク。ここが RV パークだ。目の前に。で、ここにテント出すか今。先にフラフープ。ここに今からでっかいテント立てて、でその後ウイちゃんテント立てるから。なるほど。じゃ
どっち？どうする？よし、ちょっとイメージどこ？いや、横か縦か。横やろ。あ、縦でしょ。横に行く？横は難しいんじゃない？縦の方がいいんじゃない？キャンカート並べる感じ？一回まあ組み立ててみて配置してみてからにする。よし、まあいいや、じゃあちょっとベグだけ打っていこう、はい、ここからちょっと一気にいこう、うん、入る？入る入る。さあ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 さいやそうそうそう、一人で挑戦するから。そしたら狙い、ね、意外と地面柔らかい。うん、もうちょっともうちょっと頑張れ。はい、オッケーでーす。ああ、いいんじゃない？久々にロッチシェルターを張った。あ、違う。こっち側誰もいないか。今日はうーちゃん見て。テントの中にテント。うーちゃんのこと？ほら。これ何？ここの部屋は。ここはうーちゃんルームね。うーちゃんルーム今散らかってるんだけど。うーちゃんテントの中にうーちゃんルーム作ったの。そうだよ。すごいじゃん。よし、じゃあとりあえずサイト OK かな。今日が一番キャンパーっぽいか。珍しく焚き火でやっぱ買い直そう。ちっちゃいんだよ。それじゃあ何やってんの？今からこの木を描くの。どれ？もう電気つけとく？暗くない？そうする？うん、ちょっとだけつけとこうか。ダブルつけちゃうか。
にかけた、うん、水はかけてなくてね、うん、だから他の絵にするの。味のある絵だね、うん、他の絵。地球を描きたい。どれぐらい？いや、それがビーチ。はい、乾杯。ちょうちゃんも乾杯。乾杯。ないけど。乾杯。乾杯。やばいやばい。何気にでもこれちゃんと使うの初めて。初めて。そのお皿も実はそのピンに変えたの。そう、はい、箸。だけど箸は回る。ワクワクこれもらったんだよね、この間。試供品的おつまみ。うん、こパパの。じゃあすぐダメ。夜の部に置いとけ。風があるから。なんか上ちゃんすごいじゃん、これ。いつの間にか夜になってうん、おいしい。この白いブロッコリーは何？カリフラワー。カリフラワー。すごいじゃん。今から大きいの作ります。なんかちびっこ、ちびっこが出てた。イエーイ。いいよ。これちょっと惜しい。飛んでみよう。あれ上手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 。ちょっと回ったじゃん。一回だけできるようになったじゃん。あ、落ちちゃうんだもん。せーの。あ、でも二回できたじゃん。三回ぐらいできる。あ、できたじゃん今。あ、できた。そう、今の感じで、その感じでやるんだ。あぐちゃん、人参カットする？やり方ちょっとわかったかも。こう、こういう猫さんで、こう。それじゃあなんかここから見ると可愛い料理。オリーブオイルを入れた後にはちゃんと混ぜる。混ぜてみたけど。今日は何作るの？今日はカレーうどんです。まだでまだカレーの部分のお野菜をいただいて。野菜はじゃがいもみたいにやってればいいの。調子持ってくる。大丈夫。うーちゃんのお料理歌。だんだんだん野菜は炒めて美味しいな。野菜食わねえ。炒めたら美味しいから。
あ、これぐらいで煮込みましょう。そこは何ですか？ここはグーちゃんテントです。グーちゃんテント？うん。こっちに床がこうなってます。そしてライトはここに。前ついてもらう。そして端っこに荷物を置いてます。グーちゃんソロキャン中？そう、今グーちゃんコロナ禍でさ、一人でライトつけてソロキャンしてるから。いいね、グーちゃん。絶対安全なソロキャンで。グーバーイ。ソロキャン始めた。バイバイ。バイバイ。で、カレーを作ってからうどんとかやるけど、もうめんどくさいから。このままボン。もうソロキャンに疲れた。煮始めちゃった。美味しそうじゃん。ふーちゃんお箸。あ、ありがとう。どうぞ、お食べください。いただきます。はい。うん、美味しいじゃん。美味しい、美味しい。何年ぶりだっけ、マシュマロ焼く。何年ぶりだろう。うちゃんがじゃあ食べます。すごい、このマシュマロくっついてる。おいしい。ちぎれ。なんでこれ汚いの。だってくっついてんだもん。だからさっき助けてって言ったんだよ。すごいくっついてんだけど。このマシュマロでもママが選んでる。まあ何でも楽しめばいいねよ。いいんだよ。そろそろでうーちゃんが終わり。マシュマロ焼くの早っ。焼けてないと思う。真っ黒じゃん。見てごらんって、真っ黒に焦げてるじゃん。焚き火の会。これすごくない？丸焦げになった。ほぼさっきこうなってた。でも全部丸焦げ。なんでそれ見て。バイバイし、バイバイした。袋あるよ、それ取ってくれね。ありがとう。シャワー室。
ャワー室は綺麗だけどボディーソープとかシャンプーはないから自分で持ってこなきゃダメです。こんな感じで。シャワーがものすごく綺麗だったね。シャワーが普通のサイズのなんか2個分ぐらいのサイズだったよね、うん、だから多分ファミリー細長かった。そうそうそう、だから子供も一緒に入れるってやつだよね。あれすごいありがたい。我らは3人で、うん、ただまあドライヤーが外だから夏はいいけどね。そうそう、冬は寒いね。ちょっとまああるだけいいけどね。あるだけ全然いいと思う。で綺麗だし、うん、本当に。でうちはもうこっちでやっちゃう、ポタ電で。ここそう電源さえいただけないんだよね。あ、そうなんだ。なんだ、電源使う人は大変かもしれない。あ、そうだね、うん、エアコンと。そうそう、だからポタ電があればポタ電で。でもまあ施設的にはすごく綺麗、うん、あ、RV パークはちなみにあるけどね、電源。そう、あ、そうか、そう、向こう側は、そう、向こう側電源あるよ、うん、だからキャンカーとかはあっちの方が夏とかはいいかもしれない。ドライヤーするよ、はい、うん、少しさ、鏡たい。うちは何食べてんの？で、チチミ、最後だからチミチミ食べてんの。何でっつって？これに最近ハマってんの。これ体にいいの。たまにかも。ナツメヤシの実だって。これクリームチーズと一緒に食べて美味しかったね。ああ。ね、これはワインにもあって。じゃあでもプリン食べるの、うん、で、キャンプしてシャワー入った後に車でキャンプするって。あ、そう。明日のさ、二次会や。朝食の準備しなきゃ。うん、頑張る。カラメル欲しいよね。え、何それ、プリンなの？あ、パイナップルかと思ってたよ。なんかフルーツは買ったのかと思ったよ。いや、これパイナップルでも買ったのかと思ってたよ。違うよ。どこがパイナップル？ただのプリンだった。いただきます。ちょっと固めテイストも。そう。美味しいんだけどね、カラメルソースが欲しくない。パパは基本ゼリー派だから。あ、じゃあ、ういちゃん、今日のさ、コメントテーマそれにしたら？皆さんはプリンとゼリーどっち派ですか？ぜひコメント欄で教えてください。はい、ということで今日のコメント欄はプリンなのかゼリーなのかっていう二択ですか。パパはゼリー派、うーちゃんはプリン派、ママ茶碗蒸し派。なるほど、茶碗蒸し好きだから。じゃあ茶碗蒸しもプリンみたいなもんでしょ。選択肢にじゃあ入れようか、茶碗蒸しも、うん、デザートじゃないって言われちゃう。何するの？え、何するの？明日の朝ごはんの準備。フレンチトースト。あ、先に漬け込んでくってこと？そう。で、これ漬け込んどいて、明日の朝も焼くだけ？そう。時短でしょ。アイラップを使って。懐かしいな、アイラップ。これアイラップだよ。まあ、割と使ってるよ、アイラップ。あ、そう。最近ではうちの生見ないの？見てるよ。あ、そう。適当なことばっかり言って。車だと美味しい牛乳がものすごくいいよね、こぼれないから。あ、キャップついてるからね、うん。明日これじゃ足りないね、きっと。コーヒーなんか飲んで。あれはあるよ、クラムチャウダーとか。水あるでしょ、だって水は半分ぐらい。明日朝6時に起きるだけ。一人で起きてください。6時に起きて7時にご飯を作る。8時に食べて9時に撤収。今日は下、なんかさ、下になるとさ、うん、キャンプみたいだよ。本当はバンクベッドで寝るのが一番伸び伸び寝れるんだけどね、うん、クイックリーに行くんだったらこっちで、うん、なんか明日朝遅いんだったらあっちでもいいけど、うん、後ろですやすやってる。うーちゃんを起こさないと。あ、心苦しい。うーちゃんを起こさなくてはいけない。うーちゃん、ベッドできたよ。
これだけ朝つけた。あったか。これ一個で。ふーちゃんがいないぞ。ふーちゃんどこ？おかしい。ふーちゃんそこでソロキャンしてるの。じゃあちょっと待ってて。うん。パッパカパーパッパカパッ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 。ふーちゃんのソロキャンテント、どう？いい。あ、これもちょうど椅子になる。よし。ゆうちゃんずっとブドウ食べたい食べたいしたもんね。ゆうちゃんがこのオーバーオール気に入ったらしい。そう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 。あ、上手上手。繰り返しにくい。あ、美味しそうに焼けてる。くくく。よいしょ。これもか。一旦こっち側に置いて。ちょっと味が染みたんだ。
おかしいな、うーちゃんがいないの。こんにちは、僕はマルタです。うーちゃん大変。ママ見て。あー、もう寝てない。椅子2つ使ってるよ。うーわな、ゆるゆるちゃん。よし、じゃあ次は回してみるよ。壊れる。まだ買ったばっかなのに。かわいそう。なんかうーちゃんとママ格好が同じだね。そうだ、お揃いだ。違うか、うーちゃんでるパーク。どこ歩いたらいいの。これは隣もオート区画で、こっち、こっち、うん、でここもオートキャンプサイト。そこはなんか道路なんだよね。そう、たまーに車通るけどほとんどないね。何のあれ、うん、この辺普通にキャンプ最長。一番形綺麗なのはこの辺りかな。そうだね、 TQ、まあ、少し傾斜かな、まあ、ここはね、うん、ここが一番いいんじゃない。 T10、 いや区画がでかいのよね。 T10 番とかここの T11。 ただこれモーターホーム系はきついかもね。曲がれないよ、うん、やっぱキャブコンぐらいかな。ボーダーぐらいが入れるかな、ギリギリ。あれか。そう。で、ここ真ん中にトイレがあるんだよね。こっち行くの？うん、上。で、この真ん中のトイレは、トイレも綺麗。すごい綺麗。ここも綺麗だし、あっちの管理棟もすごい綺麗で。シャワーのとこにあったトイレ。そう。綺麗だったよ。でも同じ感じ、綺麗さ。雰囲気は同じ。お風呂はちょ、これぐらい。そうね。あのね、あそこはね、なんかみんなで囲めるみたい。なんか、ああ、昨日なんかですよね、うん、そう、で、ここもサイト T14 で、真ん中にもサイトがあるんだよね。ここもサイトで、ここが炊事場か。ちゃんとあ、全部あるんだね、セットが、まあ、かまど、あ、そうそう、で、これ体験でこういうのできるんだよね。なんか穴開けたりできるらしいよ。ランタンみたいなの作れるの、穴開けて。あ、そういうこと、うん、次やればいい、うん、で、ここゴミ捨てで、ゴミ捨ても一通りあるし、で、こっち側のトイレとシャワールーム、まあ、トイレはもうめちゃくちゃ綺麗っていうのが分かると思うんだけど、まあ、シャワールームすごい綺麗だったよね。綺麗だった。どんだけ綺麗。ほら、めっちゃ広い。こんな感じ。この広さのまんまシャワーも。そう。めちゃくちゃいい。ここにもトイレがある。綺麗だよね、すごい。綺麗でした。こっちが、あ、ここ薪とか買える。まあ、受付。ほら。受付と、この、スラックラインだっけ。で、これ右側が RV パークか。 RV パークはちょっとでも斜めだね。うん、そうだね、少し傾斜があるね。でもここは電源があるんだよね。そう、電源サイト割り5番だとオーニング出してちょっとできるから。まあでも4番の中でもできるけど、まだ開拓中なのかな。うん、ここがソロじゃない、ちっちゃい。これは遊んでいいらしいよ。じゃあやってみよう。遊具開封は5時まで、遊べるのは5時までだよ。やってみよう。あ、上手上手。え、それママが乗っても大丈夫なやつ。よくやるじゃんこれ、うん、やば。ただね、ん、
杉なんですよ。ああ、上がね。上が全部杉だから。花粉の人はもう死んじゃう。もうママもう目薬と鼻シュシュは必須。もう一回さ、これ押さえててくれない？あ、こっちいいな。こっちの方がいいかも。ね、楽しかったあれ。ね。ここもサイト。このサイトだともうあれだよね。多分ここに車置いちゃうんだろうね。うん、でグランピングが 1,2,3,4 個ぐらい、ね、グランピングはでもさ、これ全部セットでさ、このまんまで出ててさ、帰る時もそのまんまだから楽でいいよ、うん、本当だ。まあ、あんな感じでやっぱベッドになってる。あ、なるほど。で下すぐあれだよね、これウッド。ウッド今度また来た時にさ、うん、こんな感じでぐるっとで、ボンちゃんのサイト。これから演奏します。よし、撤収完了。撤収したね。まあロッジシェルターだけ前に積んでるけど、あとは全てこんなかなと思うと、なかなかボンちゃんの収納力あるよ。よく入るよ、こんな感じ。ギアは全部こんなか。よし、10分前ぐらい。まあいい感じだね。言った通り6000円。うん、マジで綺麗。レイトで2000円、うん、2時まで。そう、アーリーもできる方だ。おー、いいね。アーリーはでも前もって言わないと、多分あれサイト被っちゃうからなんだろうね、うん、レイトの方がどっち上がってたらいいな、うん、一回受付行ってきます。どうもありがとうございました。いや、あれだよね、入り口が狭いとかもなかったし。ない。だ、確かにでかい系がちょっとあったね。アドリアとかさ、うん、あの辺はちょっと取り回しがどうなんだろうね。めっちゃ手振ってくる。いい人だった。うん、でもこういう施設があるとありがたい。うん、平日も結構 RV パーク多いし、キャンピングカーだから結構来られるし。あ、そうなんだ。へえ。久々に焚き火やったもん。楽しかったな、久々にやると。まあまた次回。いや、でもあのキャンプ場すごい良かったな。あれ多分一度どこかで知れたらすごい人気が出ちゃいそう。出ちゃいそう。出ちゃいそう。まあ、人気が出てほしいんだろうけど。あ、ね、だからあんまりっていうかね、欠点かな。RV パークとしてもちょっと行ってみたいけど、でもキャンプ場としてでもいい。うん。安い。安い。あれもまた来よう。お腹空いた。まあ、とりあえず今日はあとどっか寄りながらご飯だけ食べて帰ろう。うん。
ショーでもよかったパパ食べるとか、うん、チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンも押したら、じゃあまたね、バイバイ。